シーズン4ではこれまでスチームオーブンレンジビストロを常に紹介してきたんですけれども、それだけじゃなくてホームベーカリーとかオーブントースターなど他のビストロのキッチン家電もご紹介していくのでお楽しみに。さあ皆さん、本日35歳になりました私 MC あまりです。よろしくお願いします。イエーイ。そしてそんなめでたい僕をフォローしてくれる、いやいや料理を作ってくれるのはこの方、フードスタイリストのアラタリミクさん。はい、皆さんこんばんは。デリシュキッチンフードスタイリストのアラヤンことアラタリミクです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、アラヤン今日なんかとっても素敵な髪型、はい、ちょっと後ろ向いて、はい、あらリボンと髪の毛がしっかり、なんか恥ずかしいのそれ、はい、ちょっと秋っぽいね、まあ、秋ですね。でね、じゃあ改めてアラヤン、メイン料理の紹介をお願いします。はい、本日のメイン料理はこちらです。ワンボールでエスニック鶏肉のバジル炒めです。はい、すごい、はい、でもエスニックってさ大好きだけど、はい、作るの難しそうなイメージあるけど。そうですね、ただこれ、ね、ワンボールって言ってるよね。ワンボールでできちゃいます。これビストロのワンボール料理すごい簡単だから今日皆さんに教えちゃいましょう。はいはい、こちらもですね、ビストロを使えばですね、具材を切ってこの耐熱ガラス製ボウルに調味料と一緒に入れるだけなのでとっても簡単に作れちゃいます。これいいですね、はい、あ、しかも今すごいコメントきますね。あ、おめでとうございます。ね、おめでとうございます。ありがとうございます、皆さん。やった、頑張ります。チーズ方も頑張ります。そしてね、美味しそうというコメントもいっぱい来ております。さあ皆さんのコメントがあってこのビストロウェブキッチン大いに盛り上がりますので、ぜひ料理のこと、このビストロのこと、そしてあらやなんて可愛いのなんっていうコメント時間が許す限り皆さんのコメント募集しておりますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、本日のレシピ、そしてスチームオーブンレンジビストロについて詳しく教えてください。はい、本日もですねこちらのスチームオーブンレンジビストロを使っていくんですけども、はい、こちらは UBS10A と言いまして、鶏肉のバジル炒めを作っていくんですが、うん、8月の下旬に発売されました最新機種なんです。あ、お肉なんですね。そうですね、さらにワンボールメニューにエスニックメニューが追加されたということで、今回から。はい、そうなんです。今回は人気のアジアメニューもこの耐熱ガラス製ボウルを使って、作っていきたいと思います。これは、はい、ビストロにお任せしちゃうっていうのがねこのワンボールメニューのすごいところなんですけど、 そこに人気のアジアンメニューも加わったということですね、はい、すごい。じゃあ今日の材料を教えてください。はい、本日の材料はこちらです。はい、皆さんこちら画面をスクショしておいてください。スクショできましたでしょうか。材料の作り方はデリシュキッチンのインスタグラムに後日配信予定になってますので、そちらをよーチェー。意外と材料シンプルだね。そうですね、エスニックっていうと結構いろんな調味料を使うっていうイメージがあると思うんですけど、すごい今回シンプルに作れちゃうので最後まで楽しみにしてください。僕ん家でいうとナンプラーとバジルがないから、それ買い足せばすぐ真似できちゃうって、はい、そうですね、うん、ナンプラーね、小さいのも最近売ってるのでぜひ買ってみてください。はい、これをきっかけにね、はい、ちょっと買っていただきたいと思います、うん、じゃあ早速あれ調味料もよろしくお願いします。はい、はい、それでは早速作っていきたいと思います。まず今日ナス使います。はい、来ましたね、はい、ナスもこれからもまた季節だ、ね、まだね、秋ナスがありますからね。いいですね。こちらを 1.5 センチ角に切っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ切っていきます。あれはコメントでね、はい、ナンプラー使わないバージョンってあったりします。そうですね、ナンプラーの使わなくてもいいんですけど、うん、やっぱりナンプラーが入ることで風味が良くなるので、エスニック料理にぜひ加えていただきたいな。あ、なるほど、エスニック料理にしたいなら、まあ、やっぱナンプラー入れていただく方がいいよってことですね、はい、そうですね、もちろん入れなくても作れます。ナンプラーの使い道に困っていたので、確かになかなか普段の料理でね、はい、そうですよね、結構炒め物とかに入れると風味が良くなるのでおすすめですし、うん、今回ワンボールメニューにたくさんエスニック料理が追加されたので、いろんなメニューで試していただきたいなと思います。視聴者の皆さん、もう喋りながらサクサク切ってるこの包丁使い素晴らしくないですか。手袋でちょっと切りたいんですけど、頑張ります。手袋ね、はい、でもね、ナスって新鮮だとサクサク切れるのが気持ちいいですね。そうですね、でこちらはですね、塩水にちょっとつけてアクを取っていきたいと思います、はい、こんな感じです。あとこれ、はい、パプリカじゃなくてピーマンでもいいですか。あ、ピーマンでも大丈夫ですよ。ピーマンでも大丈夫、はい、逆にお子様ピーマン食べられるのすごいですね。そうですね、はい、まあ、でもね、これもきっかけにちょっとパプリカ好きになってほしいですね。ぜひ、うん、パプリカとかはね、加熱することで甘みがどんどん増すので。ちょうど同じコメント来てます。ナンプラーは火が入ると癖が和らぎますよ。そうですね。あ、そうなんだね。
はい、こちらも同様に赤パプリカですね、1.5 センチ幅に切っていきたいと思います。パプリカ大好きなので、ぜひお願いします、はい。これは黄色いパプリカでも大丈夫です。黄色いの切るんですね、やっぱね、パプリカ入れるとね。ですね。もうザクザク切るだけなんで、本当に簡単ですね。ちなみに、ナンプラーの代わりとかっていうのはあるんですか？そうですよね。ナンプラーの代わりは…結構香りの効かない味だよね。そうなんですよ。特徴的なので入れないか、まあ、今回は手に試していただくかで良いかなと思います。まあ、入れないという手もあると思う。はい、まあ、ちょっと試していただきたいところでありますね。はい。はい、ですね。ぜひ試していただきたいです。はい、という感じで切れました。あっという間に切れちゃいました。はい、で、その後調味料を混ぜていきたいと思います。はい、じゃあ調味料をご紹介させていただきます。はい、準備よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、さあ、今話題のナンプラー大さじ2分の1。はい。続いて、オイスターソース大さじ2分の1。はい。砂糖大さじ2分の1。はい。そして、一味唐辛子少々。少々。いいね、なんかスパイスが効いてる感じするよ。そうですね、うん、一味唐辛子あることでちょっと辛み増しますよね。はいはい。お、手際が良くて見てて気持ちいい。わかるわかる。こういう動画ずっと見ちゃうよ。はい、たまには洗いだとね、お顔の方を見せてください。大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、じゃあ直径25センチの耐熱ガラス製ボウルに、はい、お肉を入れていきたいと思いますが、はい、早速ですね、私お肉を切り忘れました。やだ、もううっかりさー。いいのよ。ということで、お肉も切っていきたいと思います。まずはこれ本当に簡単ですよね。はい、ではお肉入れていきたいと思います。はい、じゃあ入れましたので、こちらに薄力粉をまぶしていきたいと思います。やっぱり薄力粉はね、はい、なんかもう万能というかね、僕大好きな薄力粉。薄力粉反対で好きなわけじゃないけどね。はい、じゃあ簡単にまぶしていきます。これが後ほどワンボールメニューの特徴であるとろみに変わっていきますね。はい、でこの後にナスですね、はい、入れていきます。いいですね、野菜いっぱい。はい、で、パプリカですね。はい、はい、で先ほど混ぜた調味料 A 入れるだけ。おお、そんなかけるだけでいい。かけるだけです。あら、そう、簡単ですよね、うん、はい、あとはふんわりとラップをしていきます。はい、ここで大事なのはふんわりとラップをする。はい、ね、あ、胸肉でも大丈夫ですかと。胸肉でも大丈夫です。はい、こんな感じでふんわりとゆったりとかけたら、こんなに強いに入れていきたいと思います。はい、さあ入れていきますよ。あ、ちょっと待って、あらや、はい、これね、お、皆さん来ましたね。今日初めてビストロライブキッチンを見た方はご存知ではないと思うんですけども、はい、ビストロで今ここに画面がついているので、ここで操作したい、その気持ちわかります。ですが、もう一つあるんです。このキッチンポケットというアプリがありましてですね、こちらのアプリを開いていただくと、はい、こういうふうにさまざまなレシピが載っています。特集もありまして、人気レシピも載ってます。で、ここに調べることができまして、便利。今日作っている鶏肉の、で調べてみましょうかね、はい、鶏肉のバジル、これで検索してみましょう。そうすると一番上に鶏肉のバジル炒めが出てきますので、これをタップします。そうすると早く来て 5GC を通して、まあ違う、はい、今日作っているこの鶏肉のバジル炒めの完成図、そして先ほどの材料とか、はい、アラヤンがやってくれた工程、いろいろ載っているんですけれども、はい、ここで、はい、人数を2人分にしていただいて、ここに最後にですね、ビストロへ送信とあります。そうするとビストロに今指示を出して2人分の鶏肉のバジル炒めを作ってくれ、はい、おー、はい、あとはもう温めスタートを押すだけ。これで何も火を見なくていい。すごい、すごい、素晴らしかったですね。これはあともうビストロにお任せ、もうお任せできるっていうのはこういう意味なんですね。他にも今日はね、エスニックっていうね、あのテーマでやっているので、ちょっとエスニックも調べてみましょうか。ここでレシピの方ですね。おっと、ちょっと待ってね、あなたが出てこなくていいんだよ。はい、はい、はい、エスニックでも調べてみましょう。そうすると、はい、頑張って頑張って、よし、来た。エスニックのこんなさまざまな料理のレシピも出てくるので、はい、他にも韓国料理とか、お、いい、韓国料理、今もうみんな大人気のアジアンメニューをですね、はい、こういったご用意しているので、はい、今のように切って混ぜていただくだけで
ビストロに指示出しできる、これはすごい楽だよね。みんな欲しいって、うん、あ、欲しい、欲しい、僕も欲しい最新のコーヒーで、はい、ということで皆さんぜひキッチンポケットを調べてみていただきたいなと思います、はい、以上、あまりからの特ダネでした。はい、はい、先ほどですね、ちょっと配信が止まってしまったようで、先ほどね、このビストロさんに入れる前に耐熱性の、直径25センチのガラスのボウルにですね、お肉を入れた後に全体に薄力粉をまぶしました。そして、ナスとパプリカを順番に入れて、合わせた調味料を入れて回しかけて、ふんわりとラップをかけたら入れるだけ。そうなんですね、はい、大変失礼いたしました、はいはい、さあ、ということでね、今、はい、このビストロさんがですね、この UES10A 最新機種、はい、頑張ってくれてるんですけれども、さあ、その間にぜひ副菜の方も作っていただけたらなと思います。はい、本日の副菜はこちらです。食卓が華やく冷やしトマトのレモンマリネです。おー、すごい、ここはさっぱり系ですね。材料は何を使うか教えてください。はい、材料はこちらです。はい、皆さんこちらの方をスクショしておいてください。材料の作り方はデリシキッチンのインスタグラムに本日配信予定になってますので、そちらの方ぜひ要チェック。はい、それでは作っていきましょう。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今日カラフルなミニトマト2色ですね、用意してます。ミニトマト大好き。大好きですか。美味しいですよね。あるんですよ。はい、こちらはヘタを取り除いたら、ここのヘタと反対側にですね、お尻の部分に爪楊枝で穴を開けていきます。ヘタと反対の部分、お尻ですね。はい、お尻え、なんでそれ開けるの、ね、これはこの後わかります。あまりさん、あら、伏線ちょっと覚えておいてください。考えておいてください。大丈夫、なぜ年またいだいしない、その伏線回収、なんで、なんでそんな並びがない。こんな感じで、ミニトマトいいですよね。色とりどりでさ、見た目もいいですし、はい、甘いですしね。ですね、緑とかもね、あるのでね、いろんな色を楽しんでください。簡単に作れます、美味しそう、いろんなコメント来てます、はい、ありがとうございます。そして、あらや、かわいい癒しですと。ありがとうございます。お、あまりさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。さあ、続いて、黄色いパプリカ使っていくんですけど、はい、今度は黄色ですね。はい、こちらはですね、一口大ですね、切っていきたいと思います。一口大ですね、はい、さっきは赤色なんだったね。はい、ちなみにあらやん、はい、赤と黄色のパプリカどっち選びますか。いつも、でも料理の色合いに合わせて多いんですけど、結構生でサラダで食べるときはこの黄色を使うことが多くて、加熱するときは私赤が多いかなって思います。逆だった本当ですか。あ、これ個性出ましたよ。個性出ますね、はい。さあ、でも黄色綺麗ですね、やっぱりね。綺麗ですね、色が鮮やかです。で、切れましたので、ここに鍋に湯を沸かしていきます。で、先ほど、このミニトマトですね、入れていくんですけど、ちょっともうちょっと沸かしていいですか。先に、調味料を混ぜていきたいと思います。はい、じゃあ調味料先にご紹介いたしましょう、はい、よろしいですか。はい、お願いします。塩小さじ1/3、はい、黒胡椒少々、はい、レモン汁大さじ1、はい、蜂蜜大さじ1、はい、蜂蜜入れるね、これがね、うまみなんですよね。そしてオリーブオイルが大さじ1、はい、あ、これ僕も気になってました、コメントできてます。色で味変わるんですか、パプリカ。あ、パプリカですか、うん、はい、あ、色で、あ、そんなに変わらないじゃないですか。あんまりイメージ変わらないけどね。はい、私もパプリカは黄色のパプリカ使います。あ、そうなんだ。はい、なんか赤色使っちゃうんだよな。あ、本当ですか、うん、まあ好みですね、これは。あと栄養素がちょっと多少違ったり。あ、なるほどね、はい、ちょっとそこは皆さんごめんなさい、あの我々プロフェッショナル、パプリカプロフェッショナルじゃないのでね、皆さんぜひ調べていただけたらなと、はい、お好みで使っていただければと思います。お、これ来てますよ、コメント。トマトは破裂しないように穴開けたんですか。さあ、どうなんでしょう。どうでしょう。では、沸かしましたのでこちらに入れていきたいと思います。さあ、お湯の中に入れました。やけどに気をつけてください。ちょっともう一個、まだちょっとそんなに強くなってないので。パプリカ黄色派っていうコメントをしてますね。これですね、だんだん割れてくるので、ちょっともうちょっとかな今熱湯に入れてるわけだよね。熱湯に入れてます。ここでさっきの開けた穴がどういった意味なのかっていうのは、これで裂きやすくなっちゃう、皮が。あ、今裂けたの見えました。皮がこんな感じで、熱いお湯に入れると裂けるので、あの冷たい水に今度入れてあげてください。穴を開けていたのは熱湯にさらした後、はい、皮がむけやすくなる。
になる。そうですね。ということなんですね。じゃあこんな感じで、はい、皮むきしやすいようにかなというコメント正解でございます。そうです、正解です。ちょっとね、今時間かかっちゃうので先にこんな感じで見せます。はい、こうやってつるんと剥けるんです。うわ、すごい気持ちいい。気持ちいいね、これ。はい、でこれで全部ね、先ほどのやつを全部入れて、つるんと、これぐらいだったら、あまりもできそう。できますよね、これすごい快感なので。気持ちいい。はい、なんかさ、まだ気がみたいだね。そうですね、うん、すごい果実みたいだね。入れてあげてください。ちょっと、ね、もうちょっと時間がかかりそうなんですけど、うん、いいですか。はい、もういっちゃいましょう、いっちゃいましょう。はい、もうちょっと沸騰したところに入れたらすぐパキってなるので、こんなに長く入れなくてもすぐ割れます。でもちょっとなんかこう、はい、ボケロしないか心配だね。なんかポイントとかある？しっかり水にさらすとか。そうですね、しっかり水にさらせば大丈夫です。あと氷水使ってあげたりとか。氷水ね、はい、こんな感じで割れたら入れてあげてください。あ、子供とやってみますとか、ぜひ子供とかでもできそうというコメントを見てますね。お手伝いでね、やってみてください。いや、ほんとそうだね。お手伝い楽しいですね、この剥くの。あとさ、トマトって温めると甘くなるよね、はい、そうですね。あとこの皮むきしたことによって、このマリネ液がこうやって馴染みやすくなるんですよ。で、この後調味料が馴染みやすくなる。はい、パプリカと合わせて15分以上冷蔵庫で漬けてあげるんですけど、うん、そうすることで味染みがすごい良くなるので、この作業をしてあげることをおすすめしてます。なるほど、この後15分ほど冷蔵庫で漬けると。はい、わ、楽しみだな、これはこれで。全然開かないですね。全然元気なんですね。皮がやっぱりさ、割れてきたら出すタイミングって感じ？はい、そうです、そうです。パカって割れるんですけど、ちょっと被害弱いと、ね。はい。いや、これちょっと、なんか、あんまりその料理得意じゃないのかとか、トマトを熱湯に入れるって衝撃だったんだけど。あ、本当ですか？結構湯むきってね。そうなんだ、メジャーなんだね。これサラダでもいいの？サラダでもいいですし、あとは大きい普通の中玉のトマトも湯むきサッとしてあげて、皮を剥いてお出汁とかに浸してあげると美味しいですよ。うわー、美味しそう。はい、しみしみになるよね。そうです、そうです、しみしみになるので、この湯むきのやり方おすすめです。さあ、いっぱい出てきましたよ、はい、ちょっとね、横の方にやってみてください。横の方に、はい、トマトの、ね、個性もありますから、ちょっと副菜を混ぜていきましょう。はい、はい、そんな感じで全部できたら混ぜます、うん、はい、じゃあ赤いトマトもね、全部できたら一緒に混ぜてあげてください。で、こうなじませてあげたら、ラップをして冷蔵庫で15分以上つけてあげたら完成です。はい、これをしっかりのねつけるのがいいんですよね。はい、じゃあこれはちょっと横で準備しておきますので、次のはい、そうですね、行きましょう。さあ、まだちょっとね、はい、鶏肉の混ぜ炒め加熱中なので、はい、あのコーナーに行ってみたいと思います。それでは今日も行ってみましょう。視聴者のリクエストにお答えしようのコーナー、お願いします。さあ、このビストロライブキッチンでは定期的にアンケートを実施しています。で、そこのアンケートで届いた視聴者の皆様からのリクエスト、こちらにどんどん答えていこうという、そういったコーナーでございました。さあ、今日お答えするリクエストいただいてもいいでしょうか。カニになってしまいましたけど、はい、さあ、今日お答えするリクエストはこちら。じゃん、簡単デザートを作りたい、わかる。おお、さあ、あらや、はい、デザートってちょっと手間がかかるかなっていう気がするんですけど、はい、この悩みに解決できますか。簡単デザートを作れるようになると嬉しいと思うんですけど、ミストロさんからも大丈夫。おー、はい、なるほど。じゃあ、僕にも作れるような簡単なデザートを教えてください。はい、今日はですね、滑らかプリンをご紹介したいと思います。え、プリン簡単に作るの？作れます。おー、なるほど、はい、ぜひ皆さん、プリンの作り方見ていきましょう。はい、それでは、ナナヤお願いします。はい、では材料はこちらです。じゃあ、皆さん見えてますでしょうか。見えてますか？シンプル、シンプル、シンプルね。これ本当にできる？プリンなんて家でできるってイメージあまりないけど。できますよ。でも確かに火加減が難しいイメージありますよね。そうだね、お菓子ってそういうイメージで、はい、結構一定温度じゃないと酢が入ってプツプツの滑らかなプリンを作るのは難しいんですけど、こちらもビストロさんにお任せで大丈夫です。なるほど、じゃあ、はい、ここ難しいところはビストロがやってくれるということですね。はい、じゃあ手順の方教えてください。はい、では早速作っていきたいと思います。はい、深めの耐熱性の容器に牛乳入れていきます。はい、200cc ですね。うんうん、お砂糖を、はい、あとはバニラビーンズ入れていきます。バニラビーンズは結構高級なんですね。うん、なので、バニラオイルとかエッセンスでも大丈夫です。代用可能ということですね。はい、代用可能です。で、よく混ぜて砂糖を溶かしていきます。はい、バニラビーンズいい匂いだね。はい、よし、
元気で美味しそうとコメントしてます。ありがとうございます。皆さんのコメントで盛り上がってる。ありがとう。ありがとうございます。そしたら、生クリームを入れていくんですけど、ちょっと食べ忘れちゃった出ましたよ。これね、アライアンが可愛いところでしょ。皆さん、今日僕の誕生日なんですけど、こういうところで困らせるアライアンほっとけないんですよね。まあ、かれこれアライアンともね、もう3年近く一緒にやらせていただいてます。で、この後ね、皆さん、カメラ行った後のアライアンの顔の赤さに注目してください。生クリームを入れたいと思います。はい、生クリームを入れていきます。大丈夫よ。はい、じゃあここでですね、1回、レンジ、600ワットのレンジに入れて2分ほど加熱をしていきます。600ワットが約2分。はい、ラップはなしで大丈夫です。で、今ちょっとね、ミストロさん使っているので、こちらで加熱したものをご用意しております。はい、加熱したのがこちらです。しっかりと砂糖溶けましたね。はい、砂糖が溶けたと思いますので、こちらを混ぜていきます。はい、そうしましたら、卵をですね、溶きほぐしていきます。はい、で、加えながらですね、少しずつ混ぜていきます。ちょっとクリームっぽくなってきたよ、色合いも。色がね、うん、はい、こんな感じで。でも混ぜるだけって本当に簡単ですよね。なんか想像つかないよ。お子さんに混ぜさせてあげたりとか、入れるのだけ入れてねっていうだけでもなんか楽しいかなと思います。はい、では混ぜたので、こちらの裏ごしに干していきます。はい、はい、こんな感じで入れていきましょう。で、茶こしでですね、こしてあげると、こういう卵白とかがね、混ざってないところが入らなくなるので、こちらで。ちょうど出来上がりましたね。じゃあサクサクいきましょう。早く頼むよ。はい、じゃあ入れていきますね。デザートを作るんですが、これはですね、今、はい、なめらかプリンを作っています。プリン、子供がハマってます。ぜひ作ってあげてください。作ってあげてください。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。僕は挟んでるからね、これ言ってくれると。はい、ありがとう。こんな感じで入れていきます。はい、こぼさないようにね。はい、頑張ります。これちょっとね、お子さんいる家庭だったら一緒に作るのもいいよね。楽しいですよね。さあ、ミストが早く開けてくれよっていうね。ちょっと待ってください。ちょっと待っててね。はい、この代わりに開けようか。大丈夫？大丈夫ですよ。洗いに開けてくれないで。やっぱりな。はい、手作りプリンっていいよな。いいですよね。これココットで入れてあげて、そのままプレゼントしてあげてもいいと思います。うわ、素敵じゃない。はい、ミストロさんにプリンのレシピも入ってるので、参考にしてみてください。うんうん、みんな美味しそう。あ、カラメルしかないのってコメント持ってます。あ、引かなくても滑らかなので十分美味しいです。でも、これはお好みでってことだよね。はい、お好みで、例えば上からソースかけてあげてもいいですし、はい、うん、アライアンファイト、トマトのソースでもいいですね。食べたい。わかります。甘いも食べたいです。はい、よしよしよ。あともうちょっと、あともうちょっと、頑張れ頑張れ。頑張れ。クリームはね、あまり大好きだからね。はい、最後入れます。はい、よろしくお願いしますよ。今、なめらかプリンを作ってますよ。はい、お入れ上手よ。プリン作ろう。ちょっと量が入りましたけど、初めてやりたかったというコメント来てますが、大丈夫。この後です、はい、後日また、電子キッチンの、はい、アカウントで配信させていただきますので、ぜひそちらの方チェックしていただけたら最初から見れますよ。はい、そしてですね、次の手順いきたいと思います。はい、ここにね、給水タンクがあるんですけど、これがすごく便利で、ここで開けれるんですよ。で、ここの満水というところがございまして、こちらまで水を入れてあげることによって、スチーム機能が、うん、はい、あるんですね。そうなんだよね。それで、はい、このミストロさんに入れるだけで、滑らかなプリンが完成するということです。はい、こちらのグリル皿を、真ん中に中央に乗せてあげて、上段に入れていきます。うん、で、滑らかプリンの設定をモードにして入れたら、うん、あとは加熱すれば完成です。あとこれアプリでも設定できるんだよね。できます、できます。アプリでやれば便利ですね。はい、今日は混ぜるだけで滑らかプリン、今回の滑らかプリンの紹介でした。よ、楽しみ。はい、後ほど焼き上がったものは試食で召し上がっていただきます。さあ、アライアンどうでしょう、このまま。はい、では開けていきましょう。鶏肉のバジル炒め、オープン。オープン。お待たせしたね、バジルさん。はいはいはい、では、開けていきたいと思いましょう。思いましょう、はい、思います。アライアン、3品、3品お疲れ様ですと。ありがとうございます、皆さん。あ、美味しそう、いい香りがしてます。さあ、出来上がりました。はい、じゃあ、これね、出来上がり混ぜていきます。そこにですね、こんな感じでうわ溜まっているので、混ぜてあげるととろみが出てきたの分かりますか。美味しそう。ちゃんと鶏肉火通ってるかなって、みんな多分気になってると思うよ。通ってます、通ってます。トロトロです。あまりがしっかり食べて、はい、伝えていきたい。召し上がっていただきましょう。あ、美味しそう。ワンボールってね、なんかこうやってレンジなのにこうやってとろみつくのって、本当ミストロさんならではだなと思います。本当だね。はい、
ではではではバジルか。バジルをじゃあ入れていきたいと思います、はい。バジルないときはどうしたらいいの？バジルないときは大葉でも大丈夫です。大葉も好きだわ。はい、こんな感じで入れていきます。パクチーもいいね。パクチーもいいですね。エスニック、エスニックだよね、はい、やっぱりね。あとライムとか添えてあげてもいいと思いますよ。うわ、最高。はい、こんな感じでバジルを入れて、混ぜましたので、さあかけます。かけてくれ。うわー、あまりは腹ペコだぜ。腹ペコだ。誕生日のあまりさん。あ、いいね。こっちまで伝わってくる気がする。いいですね。いい香り、いい香り。パクチーだ。僕までどちらかというとパクチーが好きなんですね。はい、はい、ちょっと誕生日スペシャルでいっぱい入れます。食べれるかな。はい。はい、ありがとう。ということで、バジル乗せて完成です。はい、ということで皆さん、はい、出来上がりました。ワンボールでエスニック鶏肉のバジル炒め完成。さあ、そしてもう一品、はい、副菜のこちら、サイ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 、副菜を置いてきます。さあ、こちらもバジルを乗せまして、ました、はい、出来上がりました。食卓が華やぐ、こちら冷やしトマトのレモンマリネ。そんでもって先ほどの滑らかプリンの完成です。すごい、アライアン3品お疲れ様です。はい、それじゃあですね、ようやくあまりの仕事が来ました。じゃあ皆さん、美味しいかな、ちゃんと火が通ってるか、いただきます。お、じゃあまずは鶏肉、火が通ってないといけませんからね。いただきます。バッチリ、バッチリ、うん、美味しい。うん、まあ、パプリカもちゃんと火通って、うん、味が染み込んで美味しいわこれ。バッチリでございます。すごく美味しいです。うん、香りもバッチリですね。本当まさにエスニック、エスニック感じます、はい。そしてですね、こちらの彩り豊かなマリネもいってみましょうかね。マリネ、このトマトの酸味と、はい、すごいこのマリネのソースが合いますね。あ、本当ですか。うん、エスニックのこのメインとの相性抜群でございます。これ美味しいですね。美味しい。うん、しかもちょっとほんのりトマトとかがあったかいから、はい、なんかちょっと温菜というかね、そんな感じがして安心してた。冷やします。あ、冷やしますね。はい、そういったわけではなかったですね。でも僕あったかい方が好きなので、はい、冷やしますね。はい、そしてそして最後、滑らかプリンもいただきます。すごい、これ家でできちゃうの？できちゃいます。うわ、いただきます。どう？滑らか。あ、美味しい。これ家で作れるんだ。はい、さすがビストロですね。ビストロさんにお任せするだけですよ。これすごいね。だってちゃんとした火の手入れとか見てなかったもんね。見てなかった。どのぐらいかっていうのをもう完全に お任せしちゃったので、はい、それでできるっていうのは本当にすごいですね。美味しかった。ありがとうございます。さあ、それではですね、次回のビストロライブキッチンのお知らせです。ビストロライブキッチンは毎月第3水曜日に配信していきます。はい、はい、次回はですね、10月19日水曜日、同じ21時からの配信です。はい、お料理はスチームオーブンレンジビストロを使ったユーリンチーです。こちらも楽しみ。最後までご視聴いただいた皆様、コメントいただいた皆さん、本当にありがとうございます。パナソニックのビストロのキッチン家電あれば、どんな方でも、もう簡単に料理上手になれること間違いなしです。さあ、今日どうだった？はい、あまりさん、まずおめでとうございます。おめでとうございます、本当に、はい、美味しかったですよ。皆さんもコメントありがとうございます。最新機種でね、いろいろ本当にエスニック、韓国料理いろいろ作るので、ぜひ試していただきたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、シーズン4もビストロの魅力を皆さんにちゃんと伝えていけたらと思いますので、これからもぜひぜひ応援よろしくお願いします。ということで、またね、バイバイ。ハッピーバースデーでした。ありがとう。ハッピーバースデー。ありがとう。ありがとう。ビストロさん、ありがとう。皆さんもありがとう。